コエボンヌはいということで、えー、非常におしとやかな清楚な声でねあのタイトルコールをしていただきましたけれども、えー、本日のピックアップ声ボンヌええーはい、はい、よろしくお願いしますお疲れ様ですお疲れ様ですはいねあのボイスブック声ボンで初収録、はいえー、していただきましたえっ、ー、と作品がね、えー、と何でしたっけチューリップですね南吉さんのはい、はい、そうですチューリップね誰もが知っている あのチューリップというあの花を知ってます。あの、はい、作品でチューリップいたら多分皆さん知らないです、ね。<laughs> そうですね。なかなか <laughs>、うん。そうそうそう。ででまあ作もだいたい五分ぐらい、はい、ねあのもう初っ端なんで、はい、あのまずはちょっと短いのでやってみました。はい、はいはい、どうでした。いや五分でも結構難しかったですね。<laughs> そうですね。<laughs> なかなか長尺を読むことが。 ないのでで一人でそうすね、はい、だからまあこれからどんどん長いものも、あのー、チャレンジしていただきたいと思ってるんですけど、はい、ぜひちょっと今日の段階でも改善点がちょっといくつかはい、ね、課題点というかね、はい、今柳井さんも、えー、ともと京都でしたっけ大阪でえ、はいね、っとその上京してこられたのが、えー、とまず去年 2, 2年前 2> 2年前かちょうど4月で丸2年ですねあ もう2年経ってるのねはい2年です2年でまだやっぱりその若干こう関西のやっぱりイントネーションというのが残ってますよ、ね、そうですねなかなか近くに関西弁を喋る方がいらっしゃるともうすぐに戻ってきてしまうので<ー> <laughs> そうなんだよね、はい、それはすごいわかる、うん、脳みそがねそうなんですよもう無意識に <laughs> なっちゃうよねはいうんもう僕も最近月に1回大阪行くんですけどね <laughs> うん、まあでも大阪の人と、まあ、そんなに会話しないんで、あれはあ、まあ、な,ないはないですけど、<laughs> まあちょっとあの今月、僕まで行くときに、はい、あの親戚に顔のところ顔出そうかなと思って,てあ<ー>もうめちゃめちゃ多分関西弁になるかなと思ってますすそうですね、うん、ちょうどお正月に帰ったので、かあ2日前あ数日前に親戚の結婚式でちょうど大阪に1日だけ帰ってたので、おそらくそれが <laughs>。 それはしかもあの大阪の人よく喋るからね。そうなんですよ。<laughs> そこへもうだいぶちょっと汚染されました、うん。それでこの収録でね、はい、まあ何箇所かありましたね。はい。申し訳ない。五、まあ、分,分足らずの尺で何回リテイクしたんだってぐらいやるんで、ね。はい。そう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 。まあ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 でももうそれはもうあのいいんですよ。あのそうやって慣れてってもらえる、はい。頑張ります。えー もう最終的にはね、もう関西弁で突き通すしかないっていうかね。そ,そうですね。それは <laughs>。そ,そ,そうそう、なんか絶対的なルールっていうのはもちろんあるけども。はい、ね、あのー、そんなの知らない人もいますからね。まあ、そうですね。うん、いや、でも、ちょっと。勉強した身としては。まあ、ね、そう,そうそう、こっち一応勉強したんだよね。<laughs> はい、申し訳ないです。そう,そうそう、だから、プロのナレーション、ね、ナレーター、ね、として活動すべく勉強してたもんね。はい。ねはい、まあ、まあ、そういう意味で言ったらね。<laughs> あの柳さんあのー 2>, はい、2年間は具体的にどんな活動をしていたんですかえー、と上京して1年目はあの、うん、某声優学校の養成所に通わせていただいててナレーションというよりは本当に吹き替えとかアニメーションの勉強ですねおおおおさせていただいてたんですけども。うん 1年後の3月に一応そこを退所というか卒業になりましてでそこから自分でいろいろとオーディションを応募してでちょうど5月ぐらいですかね j a トさんの「裸足のゲに初めてはい、受かりまして初舞台ですなんか申し訳ないすごいお勉強になりました。 いや、なんかね、<laughs> そんな初舞台うちで踏んでだ。いや、いや、いや、すごかったです。かあ、そうですか。はい。あ、よかった、よかった。え、そこからのつながりで、いろいろと去年は、その半年間。ですかね。うんうん、で、何作か朗読劇出させていただいて。<ー>で、今ですね。 朗読劇もも出出たたしし、はい、普通のストトレレープイんでそうですねストレートプレイもあのーうん、もう一つ違う,うん、うん、ところの朗読劇でお知り合いになった方にちょっと役者さん探してるんだけどっていうふうに声かけて頂い,いてでちょうど出させていただきましたおど,どうでしたこうストレートと朗読のこうどっちが好きとかありました <laughs> どっ ちも難しいですけどどっちも好きですね。どっちも好きか。はい。そうかそうか。なんかこう作り方が違うのと表現の仕方が違うので。あ違うんだ。ち私はなんか違う感じがします。はい。ややそれわかりやすく言うとどうどう違うんですか。え。うん。確かなんか朗読劇は。はいはい。 マイクの前で喋るのもあるんですけど決まってる箱にその色のついたピースをきれいに並べていく作業みたいな感じでなんか普通のお芝居とかセリフは何でしょうね大きい箱の中に好きなところにそれぞれ砂を落としていくみたいなよくわからない表現ですけどあとは勝手に広がっていくのでいろんな方がいろんな受け取り方をしていただけたりとか。 その落ちたところをか自分でこうピックアップして感情移入していただいたりとかっていう感じなのかなって勝手に思っております朗読劇もちょっとそれはありますけど<ー>なるほどめっちゃ難しいね今の <laughs> <laughs> ね全然わからなかったね今 <laughs> な,なんかこう感覚的なことなんですけど<お>朗読劇はお芝居なんですけど、うん、結構動けないのできっちり声に乗せて ちゃんんとと明確に感情を出さないといけないいいけけですけどお芝居って体とか目線とか顔の向きとかで相手のこう対応の仕方とかで変わってくるのでなんかそういうところはなんかちょっと自分がこうニュアンス間違ってってうかう違うようにあ「あ言っちゃった」ってなっても向こうが綺麗に受け取ってもらったらそれで成立したりとかいい方向に流れていったりするのでなるほどねそういうところが違うのでいろいろ。 セリフをわしても朗読劇はでも朗読劇といえどもあのあれじゃないですか掛け合いっていうか今日脚本じゃないですか基本的に小説を読んでるものじゃないものに出られてたからそういう意味で言うと言葉を受け取ってもらったり返してもらったりっていうのがはそうですね裸足の弦の時はそれはんか本当にちょっと動いて台本持ったままですけど動いてやったのでんかこう舞台の。 ストレートプレイ寄りの不思議な感覚だなっていうのはありましたけど次のやつは本当に台本を持ってマイクの前で立って目線だけで相手をっていう感じだったので難しかった難しかったですねまず動けないっていうことがマイクぶん投げたちょっとそこら辺で関西人の血がこう動いたらマイクが外れるみたいな。 本当それイライラそうだな。<laughs> いや <laughs> ででもだいぶ慣れましたけど <laughs>。慣れるんだね。<laughs> はい。そうかそうするとやっぱりこうマイク前のパフォーマンス力って上がるんでしょうね。そうなんですかね。うんまあなんか確かにねあの舞台役者の人とボイスブックやったりするとね。はい はちきれんばかりの,、ね、あ<っ>あの音声がのっかる,っか,るからねあそうもう遠慮がないから結局そのゲージをねあの音声のボリュームのゲージでこっち見るんですけど、はい、もう結局大きい声出すときに割れちゃうぐらいの大きい声出されちゃうんでああもう音響流せですねそれれは言われました結構近くでこうや、うん、普通のこう字の文を読んでいて、うん、セリフが入ったときにこう声をバッて張ると「うん でもなんかあの歌の世界でもそれはね全然あのよく、あのー、あるじゃないですか和田キ子さんとかもそうですけど<あ>なんかこうはいはい、はい はあみたいなやるとときマイクがワーンってちょっと話しまあでもあれ本当はなんかあのそういうのダメらしいんですけどね<あ>プロの世界で聞く限りいやそれ人によるんでしょうけど<ー>なんか某あの演歌歌手のですねあの事務所の社長さんが言ってたんですよ、はい、あれは下手くそだっつってあれは下手くそのごまかしなんだみたいなこと、えーえー、そうなんですか <laughs> そうなのかと思いながらだからマイクを動かさずそこでこう強弱をつけることこそプロの。 あの技術だみたいなことは言ってましたよ。なるほど。一応なんか某養成所では、一応声は張るときは少しだけ話せとは言われましたけど。そうなんだ。あ、まあ、あの練習なんで、こう、フェーダーとかがないので。普通の単一の録音機械しか使って、授業をしないので、ちょっと離れてって。読みましたけど。そうそう、まあ、でも離れてもらった方がいいかなと思いますよ。こういうボイスブックとかには、と、特にね。そうですね。その感情乗っけなきゃいけないものだから、やっぱり。 そ,のそう言ってちっちゃい声で喋れって言ったってねそういうのおかんないものはおかんないと思うしそうですねそう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 そマイク前が難しいですマイク前難しいね難しいですそうだからこういうふうにどんどん慣れてもらってね、はい、こう,うちもねあのまあこう今後こう録画バージョンとかライブ配信でねあの朗読劇とかもやりたいなと思ってああそう朗読劇ないし、まあ、そのまま別に生朗読嫌、はい、な意見の、まあ、例えば毎日朗読をする人を変えていって、はい、ああ やっていくことがね、いねはい、うんあのー、まあもちろん舞台でやるっていうこともとてもあのー、生でいいと思うんですけども、はい、まあインターネット上でやっぱり見てるあ見たいとか聞きたい人たちってやっぱりいっぱいいるんで、まあ知名度を上げるっていう意味で言うとまあそっちの方が早かったりするんで、そうですねなかなかね劇場まで来ていただけない方も多いので、そう,そう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 、はい、まあ一番いいのは劇場生中継するのが一番、ね、<laughs> あのビジュアル的にはかっこいいんですけど、<laughs> そう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 、<laughs> <laughs> そう。 あとはまあこの前お、まあ、送りましたけど小野明さんがね「ゴ、はい、イスブックシネマ」ってやったりす,す,すか。本人からするとやっぱあれもうミスってるから、はい、あのでもミスをいかにごまかすかってのは重要なんですよこれからもっとあの小野さん自体も多分あの、はい、次またね作品僕片送ってるんですけどもうちょっと短いやつでちょっと面白いなったんで。はい これね、だから、あの、もっと鍛えていくと、潜在の動画がどんどん増えるから。あ,はい、あの、それはまたキャスティングに繋がればいいかなと思ってるんですけどね。え、ね、もう、いや、もともとの小野さんの渋さ。と

<laughs> そう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 。ほかほか。さん今年の活動はどんな予定ですか、はい、？2019年。2019年は一応2月末に一つあのうん、うん、ちょっと勉強で参加させていただいている劇団さんのおうおうあの舞台があるんですけど、ただあの。 すごいちっちゃいアトリエでやるので、座席が50席弱という。でもまあ50席でもまあ十分だと思いますよ。いい劇場じゃないですか。でもほぼチケットがないという。あもう売れたんですか。そうなんですよ。すごいじゃないですか。出演者が12人いて12人全部で分けるので。なるほど。はい。えで何回公演ぐらいやるん三えっとダブルキャストなので三回ずつですね。三回ずつ。計ー六回。計あ六回で。はい私は片方なので三回です。 なるほどなるほど。150人しか枠がないっていうことですね、はい。そうですね。なるほど。まあでもあのね、あの本番やるっていうのはね、はい、あの大事ですよね。はい、なんか最近なんかね、あの斉藤くんって知ってますよね。<あ>斉藤くんから聞いたんですけど、はいはい、なよっとしてる男が多いらしいですよ。あの舞台は嫌だって。<laughs> あの、あ,<ー>あの朗読劇だったら稽古少なくて済むし、はい、みたいな。 で多分集客とかもなんかいろんな面で負担が少ないあそうなんですかねで舞台はいろんな意味で大変日数も取られるしそうですね、うん、だから嫌だっていう悩っとした男の子多いらしいですよ、まあ、これ声優志望の子ばっかり話してるから余計そうななのかもしれないけどね <laughs> 声優志望の方は結構あのストレートの舞台とか出るの抵抗あるってはなんかあんまり聞いたことないですし<ー>見に行くのもそんなに。 見に行かない。行かない方が多いかもしれないですね。まあやっぱり朗読劇を見に行くのかな。そうですね。そうか。でもお芝居が単純に好きな子たちは結構普通にストレートの舞台とかも見に行ったりとか商業の舞台見に行かれたりしてますけど。うんうんはい、はい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 。はい、まあそうよね、はいの。まあまあいろんな人いるからね。もう今や人口が多すぎて。うん、そうですね。うんまあ。 ね本当に意識のレベルの差も相当あるでしょうからねそうですねそうかそうかそうかあとは単純にお金の問題だと思いますまあお金だよね意外に高いのでそうそうそストレートの舞台見に行こうと思うとそうだねいやお金かかってるからねはい的れ高くなるんだよねただでもクオリティに見合った金額だと私はまあそうじゃないことも多いってことですねそうですねいややっぱさあのまあなんか まあ高いのは当たり前なのかもしれないけど、はい、現実は映画と同じぐらいの,あの金額で見れるようになりたいよね。そうですね見れればだから、うん、ホールが狭いと逆にお金かかるし、はい、お客さん呼べないし<ー>ってなるでしょうで、ねはい、だからねまあ僕なんかはもうなるべくホールとかでやった方がいいかなと思うんですけどねうん、うん、ホールで人数キャパ多くしてそれでチケット代安くしてでやった方がまあ 総合的にはね、意識上がるんですけどね。実際。 <laughs> うなんだろうま,まあでも、まあ、現実の今ミュージカルね僕やってますけどあ、はい、まあ次回4月にやるミュージカルになんて円ですから、うん、<laughs> ミュージカルはでもちょっとお金がかかりますよ、ね、そうそう,そうからそのあれなんですよ芸術のね、はい、種類が確かに違うんですよミュージカルとかオーケストラオペラとかっていうのはそういう域なのかもしれないだから贅沢なエンターテインメントの世界なのかもしれないけどね、はいまあまあ、舞台の,あの普通のストレートにプラス歌とかその曲のあれが重みますから <laughs> そうそう,そうなんかそんなんで値段上がるってまあでも確かにその出演してもその人生のお金かかってるからねむっちゃむちゃそうそう,そう子供の頃からかかってるものをそこで回収しようみたいなとこあるからねうん、はい、そうそうそうまあでもそうなんだよなもうちょっとこうリーズナブルにねできるといいんですけどもそうですねうんとは思ってまだ、あ、現実実際ねミュージカルやっててもね、はい あの出演者の人たちすごい裕福なあの家庭の人たちばっかりじゃないってことにねあの最近気づいてそ<あ> <laughs> そううです意外にあのすごく習い事とかむちゃくちゃしてきててすごいまあ某有名女子大とかねの人たちでおおんかお嬢様じゃんみたいな、はい、なんだけどみんななんかカツカツで <laughs> 舞台と変わんねえじゃんみたいな <laughs>。だから 華ややかなもの皆さんんっぱ好きでですすよそうねだからねそういうのは分かるからまあなんとかその辺とかも変えられたらいいなと思ってるんですけどね続かないんですよやっぱり結局そうじゃないとご一部の人しかねもう金銭こうカツカツとやりくりしながらやりくりしながらね一つ舞台に出ると次の給料日が悲しいっていううわ だからなんかでも難しいところだよね。あのですねかといって例えばさ世間で最近僕ホリエモンがやってるなんかあのなんかオンラインサロンっていうのにちょっと入ってみたんですよ。ホリエモン大学みたいなのあるんですよ。<ー>でリエモン万博とかもこの前東京タワーとかでやってて映画とかも作ったりしてるんですよ。そうでその監督とかもなんか僕知り合いで明日とか会うんですけど今後なんかちょっとそういうこと一緒にやりそうなんですね。なんか<ー>ただなんかそのもともと そのやっぱり行動を起こさない人たちが圧倒的に多いんですようーんまあ,あ<の>そうですね自由に自分の好きなことをやって生きればいいのにっていうふうに、はい、あのホモンは推奨してるわけですよで言うなればですよ、はい、役者さんとかってある意味自分の夢を追って生きてるわけじゃないですかそうですねだからある意味好きで生きてるじゃないですか、はい、自由人ですね自由人です <laughs> だけど苦しいみたいな、はい、これが現実だから難しいとこですよねそうですねうん。だから好きなことやって生きるっていうことに対して心底を楽しめるかどうかっていうのはね、実はすげえ重要で、はい だからまあ貧乏っていうのはもうしょうがないと、うん、そ,うそうですね <laughs> しょうがないとしょうがないです、ねうん、それでも楽しめて笑えるかどうかっていうのがね、はい、あのまあ多分次につながっていくのかもしれないしねああそうですねまあ言いましたよ昔でもうちにあのもう,もう今映画監督になってるのが最近もまた映画撮ってますけどうちでちょっと育った、はい、あの男がいましてはい、はい、その彼は早稲田大学出て、はい、でその後もうあの予備校の講師をしながら。 月収40万円をキープしながら全力で役者やるっていうね素晴らしい僕役者もか持ってないの嫌なんですよねみたいなでもいろんなこの業界の先輩の人たちとかと会った時に役者で稼いでないからめちゃくちゃディスられるっていう難しいところですよね役者で稼げよみたいな言われて女も家賃3万とか住めよみたいなめっちゃ言われてでもそれは古い考え方かもしれないからね別に他人他の人なんかどうでもいいんですよはっきり言ってそうですね 理想的には役者で稼げれば一番いいんですけど、そでにでも今、本人は結局、だからあれですよ舞台の演出家もやってるし舞台の演出やれば稼げますからね、そそここ映画監督もやってるし演技講師も今やってるし自分もプレイヤーとしても活動してるしやっぱ総合的にはプロデュース側に回りながらプレイヤーやるというのが一番、ねある意味お金稼ぐっていう意味では。その後売れちゃえばね そうですねよりお金稼げるっていうところにありますけどまあ好きなことで稼げたら最高ですよねそうですねもう当に。うにそう柳さんこれあれですよこのね声本のシステムってねあれですよ売上の半分入るんですよ生々しく言ってますけどこれの本当にネットにも書いてあることなんでお伺いしておりますそう 宣伝しまくって有名になってくれたらこの作品が勝手に売れていくんですよ。したら柳生さんの口座にチャリンチャに入るんですよ。こういう自動的なシステムになってますから。頑張ります。頑張ります。だからこのトークも大事なんですよ。こういうトーク聞いたお柳生さん面白いなっつってあの今の時代ってねコミュニケーションなんですよ大事なのでそう。そう。いやでももうコミュニケーション能力がないとやっていけない。そう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 。だからこうなんつうのやっぱファンの方々もねあの上から目線のタレントさんたぶ今好きじゃなくてやっぱり どういう人であってもちょっと身近な存在っていう人に対して何かお金を払うお金を応援したくなるっていうか今そういう時代なんであの柳井さんのもっとだめなところをねさらけ出してもらって結構だめだめですよ結構ダメだめですよ今日もだめでした柳井さんは出身大阪なんですよねはい大阪ですはい上京したのが2年前2年前ですはい あの一回じゃあ社会人になったのかな。あ、そうです。普通に大学出てうん、うん、社会人を六年弱やりまして、うん。ちなみにそれはどんなこと。あ、普通の接客業ですね。おお、接客業だそう。接客です。はい。すごいす、ね、<laughs> 接客業でコミュニケーション力じゃあるってことですよね。まあコミュニケーション力高いってことですよね。社,社交辞令的に。<laughs> 社交事例だって。<laughs> 一応、あの、<laughs> とりあえず、こう、必要な時と言いますけど、はい、あの、一人になると、もう、そンってなるんです、うん。あ、<laughs> じゃ、もう、あれだ、いつも気張って。もう、家帰ったら、エンジン切れちゃうパターン。そうですね、<ー>結構、一人でいる時間も好きなので、うんうんうん。ああ、なるほど。<laughs> はい。はい。一人っ子っすか、もともと。いや、兄弟の真ん中ですね。真ん中で、ね。はい、あ、真ん中って、そういうもんなのかね。 どうでしょう、一応、か多分上と下が男なので、なるほどじゃあ一人でいることは多くなるよね、そうですね、間に上を見て、下を見てみたいな。もともと子供の頃どんな子だったんですか子供の頃は、もう本当に引っ込み思案でしたね、写真もいつも端の方に写る、みんながわーわーやってても、横からこう、あ一緒にっつって、引っ込み思案い。 えー、え、部活動とか何やつ。部活動は、えっと、美術部とか、ねうん。おうおう、かっこいいね。ですね、もともと、あのー、うん、絵を描いたりとか、<っ>物を作るのが好きだったので。ええー、そうなんだ。はい。あ、じゃ、絵描けるんですか。うん。

じゃあ今回のチューリップもチューリップぐらい描けるでしょ？チューリップは描けると思います。はい。手書きでスキャンしたやつでもいいから送ってくださいね。わかりました。家にスキャナないな。いやいやいやあのシャメでいいですか？メでいいですか？うんあのアプリであのスキャンのアプリありますから。あ本当ですか？無料でありますよ。スキャナーって入れたらいっぱい出てくる。あわかりました。そうそうだからアプリで今の時代アプリがパソコン代わりなんで。すごい素晴らしい。そうそうアナログ人間なのでこう機械がそうみんな言うんですよアナログ人間。そうなんです。そう。 まあ、人間はアナログですから。そうそうそう。アナログ機械が苦手すぎて。ああ、はい。大丈夫、大丈夫。頑張ります。ちょっと、ちょっと、ちょっとやってください。手書きの方がやっぱね、かっこいいですよ。まあ、あの、確かに、あの、今ペンタブでやる人多いけども。そうなんですよね。手書きは手書きで、少々的にいいんですよね。私は鉛筆画とか。鉛筆が好きです。ああ、いいっすね。色鉛筆とかの方が。ああ、いいっすね。いいっすね。 今あれですから、うん、そういう自分のその手作りのものをね、はい、あの簡単に販売できる時代ですからね。あ、そうですね。そう,そうそうそう。はい、そういうのでも、あの実はタレントとしては、はい、あの知名度を上げる一つのチャンスになります。<あ>例えば、あのタレントの今千秋さんが、あのハンドメイドの商品を、あの代わりに売るっていう。 あの、やってますね。うん、あれ結構有名なってますよね。千秋さんがその代行販売をするっていう、そのなんかどっかにいろんなところ出店して。なるほど。そうそうそう。で、も売上ドロイヤリティを払うみたいな。すごい数らしいですけどね、四千点とか。でも、そうですね、自分で売るより、そういう。知名度あるからに。そうそうそう。いいと思ったからって言って、売ってもらう方が。そういうことなんですよ。そうですよね。そう、だから。 そういう風にしてね、あの知名度を利用するっていうのはすごく大事なんで、はい、なんかあのうまいこと便乗してくださいそういう利用できるものはそう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 、はい、えそうなんだ、じゃあええと柳井さんって独身？独身です、はい、何もございません、募集中みたいですよ、募集中みたいですよ、何もございません、はい、そう、えラジオとかってちなみに聞いてました昔？ラジオは、え と高校の時の受験の時とかにたまーに夜流してましたけどおうおうでもなんか音楽が流れてるようなずーっととか FM802 とかですね<ー>関西なので関西だから <laughs> <laughs> こっちで802はあんまり入りがよくなくて入りないねそれは、はい、あそうなんだ <laughs> なるほどねえな,なんでその声優を目指してたんですか最初あいえいいいいいもともとは舞台役者になりたくて、うん、ーであのー、まあ 最初のきっかけは芝居を見る方が好きだったので大阪で観劇したりとか知り合いが大阪で小劇場で役者やってたりしたのでそれを見に行ったりとかお手伝いしたりとかしてたんですけどで裏方やりたいなって思って接客後も着付けだったりとかお子さんの髪の毛触ったりとかする感じだったのでそれの派生でちょっと裏方で。 着付、まあ、けだってヘアメイクのことができたらなみたいな感じで、うん、えとやってたんですけどたまたまお手伝いに行った朗読劇の劇団さんで、はい、80歳だったんですよ、その役者さんが一人。もうただ300人ぐらい入るキャパのところですごい静かに喋るのにものすごい後ろまで聞こえるっていう,うすごい方を見つけて,、はい、見,て見てしまって見ててしまってあ役者ってすげえってなって。あなるほどね ちょっと役者やりたいなって思って探したのが、うん、えなんか大阪ではワークショップじゃないですかねうん、うん、週一のワークショップだったんですけどうん、うん、普通の劇団のやつに行くよりは声優さんがやってるワークショップの方が滑舌だったりとかはい、はい、イントネーションだったりとか、うん、言葉をきれいに喋れるようになるよっていうのを教えていただいてでそこでで入ってってていう感じですねはい、はい、でそこがたまたま東京の,その養成所の本校のうん、うん 年度末に受けれますっていうので受けて東京に来てっていう感じですね、うん、はあ、い、じゃあその80歳も多分今生きてるかわかんないけどあまだまだいらっしゃいます,います <laughs> ただあの劇団さん自体はもうちょっとあのもう平均年齢が7080の方々ばっかりだったんであもう子育て終わって自分の時間ができたんでやり,やりたいっつってまあ<や>まあ <laughs> そ,それにしても遅いでしょう <laughs> ねいやでもすごいクオリティでしたよ<ー>、はい、その方々がちょっと今 何人かご病気になられてしまって、ご病気だったんでそうなんですよ。はい。一旦ちょっと解散っていう形で解散されてしまったんですけど、でも五六年多分活動していらっしゃったと思います。へえ、そうなんだ。それに影響を受けて、はい。こんなこんなもう見た目普通のちっちゃいおばあちゃんなのに、なんでこんな声が出るんだみたいな。あ、まそれで衝撃受けるんだ。はあ。じゃあそれでもう普通のこう社会人、はい。として生きるよりも、やっぱりこう役者 うももそうですね。やっぱり、まあ、もともと感激もしてて。そうです。もともとちょっと芝居関係で何かできたらなと思ってた。ので思ってたのが。はい。 何かっていうのがやっぱり現実に明確にプレイヤーというものに。そうですね。あの、録音したわけですね、はい、自分が。もともと人前に出るのが苦手だったので、役者はないかなーとかって思ってたんですけどあ。あ、じゃあ、最初めっちゃ緊張した。レッスンでも緊張したでしょ。ですっごい緊張しました。もう台本。ガガガガタタタタ声震えるみたいな。まず大きい声を出すところからみたいなあ。あ、はい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 、はい。ですね。え、それって、どれぐらいで慣れたんですか。逆に言うと。え、そうですね。でも本番。 とか大勢がいる前で何かをこう発表するとかってなると今でも全然緊張しますけどなんかレッスンとかその行った大阪のワークショップが講師一人の方に対して45、うん、人ぐらいのすごい少数のところだったのでなんかみんな仲良くなってきたらこうみんなの前でやるのは大丈夫みたいな。そそうそうそうあれれなんだよねそれちょっと、はい ずるいんだけどさオーディションとかの時にやたら雑談する人いるんだよあれはね自分が不安だから周りにね話しかけてね自分の緊張を解こうとするっていう悪意なんですよねそうなんですよねそう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 見てて分かるそういう人大体落ちるんだけどねでもオーディション前はあんまり喋らないように喋ゃべない方がいいです絶対誰が聞いてるか分かんないもう自分のこと必死すぎてそうそう そうでもそうかだんだんレッスンでそうやって仲良くなってからあとはこう何かやるごとにすごいここはこうした方がいいんじゃないかここってこういうふうにできるよねとかっていう喋れる子たちが増えてきたりとか講師の方とかもいや今のは面白いよとかっていってレスポンスがあったりとかして自信が少しずついてくね演技をするっていう楽しさが分かってきてからはそんなに緊張しなくなりましたね。 そうか。やっぱりそう考えると、まあベテランのね、はい、まあうちにもまあ何人かいますけれども、はい、そういう人たち見るとやっぱすげえなと思うとかありますかあ思います。<laughs> あ、そうはい。<laughs> <laughs> 思いますね。うん。やっぱそうなんだね。<laughs> そうかそうか。僕なんかもう感覚的に見慣れちゃってるから、なんかあんまりそういうこと思わないけど。いや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 。うん。うまずこう、うんうん、いろんな。 あの芝居の仕方はあると思うんですけど毎回きっち同じところにこうはい、はい、ロックオンできる方だったりとか最終出だしと最終着地点が同じなのにこの間のニュアンスを変えて、うん、あの話を通して<ー>うまくこうできる方とかっていうはいろいろ、はい、な方がいらっしゃるのでそそうかかこ技術なのかやっぱりそ,うそういうのを見てるとうん、うん、ちゃんとすごい計算してここでこう落とせば。 次の人がこう喋れるから、自分がここで遊びながら、こうできるとか。ああ、なるほどね。自分がこう喋って、うん、あの相手がすごい言いやすいように、うん、毎回変えずにやってくださったりとか。っていうことがあるので。<ー>そういうのを見てると、ああ、すっごいなって思います。ああ、なるほどね。はい。それは自分の中で、習得するノウハウとかってあるんですか、なんか。習得するノウハウですか。うん。いや<っ>な、なんか、こう、どうやったら、それできるんですかとか、聞いたことあります。 いやー聞いたことはないですしなんかこう聞いても教えてくださるのかなっていうのはあってあ,あ,あと多分やり方と、うん、その自分の性格だったりとか積み重ねてきたものが違うので、うん、多分聞いても参考にはなるんですけど,なるほどそのまんまやっても多分自分のものにはならないだろうなと思うのでちょっと端々で聞いてることをお伺いして。うん 自分なりにこうじゃあ自分だったらこれで一回やってみようとかっていうのはありますけど。ああ、うん、なるほどね。はい、そうかそうかやっぱり人のものそうやって簡単にコピーはできないもんなんだ。なんか声真似だったりとか真似はできるとは思うんですけど。うっつのねうん確かにこのマインドの部分っていうのは確かに人それぞれ違いますよね。はははは。そういうのは見てどういう風にやってらっしゃるのかな。うん 観察して、聞いてとかですかね。うんうん、で、自分でやってみて、うん、なんか聞いたのと違うなみたいな。ええー。まあまあ、たそれが面白さでもあるんでしょうけどね。はい、こう自分になんか役が落ちてきた時って気持ちいいですか。そうですね <laughs>。落ちてきたことあります。<laughs> 落ちてきたこと。ちなみに。いや落ちてきたかどうかはわからないんですけど、うんうん、結構こう台本いただいて、その役をやるとなると。うんうん あの私、声を変えるだったりとかスイッチを入れ替えるのが結構苦手な方なので<ー>自分の中にあるものに置き換えてそこからす、はい、り合わせていくみたいな感じなんですね、うんうん、今のところ。うんうん、なので、うん、降りてきてるのかどうかわからないですけど、うん、稽古期間中だったりとか本番中とかたまにそのキャラクターの物言いだったりとかがたまに出たりします。うんうん、なるほどね、はい そうかだからあれなんでしょうねあ,のある程度そういう意味で言うとバカになんなきゃいけないっていうかそうですね自分のそのなんかあ,のあ,のあれなんですよ確かにあの頭いい人がね、はい、結構お芝居って難しかったりするんですよねあそうなんですか考えちゃうから理論的に考えちゃって自分が出ちゃうからそうですよね意外とその役が落ちきらなかったりっていうのはよく聞きますけどね。 でま生ジかその社会人経験が長いとかってなるとやっぱりどうしても常識的なもの自分なりのそれはそれが邪魔しちゃうんですよね。それれは毎回言わますねもっともっと出していいからっね。あれねでもねの本当にバカみたいに生きた人じゃないとねなかなかできないんですよなかなかストッパーが外れないですねストッパー外れないそれやれよって言ったってね簡単じゃないんだよね意外とねそれやったら多分日常生活もなんか多が外れちゃうんですね そういうもんなんですよね。はい、<laughs> そう、あの、だから、お芝居って確かに難しいよね。そういう意味で言うとね。そうですね。もう一回叫んでみるみたいな。<laughs> あ、そうそう,そう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 。そうなんだよな。確かに、確かに。うん。そこは私も難しいですね。なかなか。そうですよね。はい、だから、日常のアルバイトとかがさ、はい、ある意味、そういう自分の。かがを外せるようなアルバイトだったら、いいのかもしれないけどね。うそうですね。まあ、やっぱり、お芝居している時間よりも、ある意味、お金稼ぐ時間の方が、やっぱり新人のうちって長いじゃないですか。はい そうするとそのお金稼いでるると何しててかって意外と重要なんだよなっていううんから僕はねコンビニバイトとかやってる人も結構いるんだけども、はい、コンビニバイトってあんまお芝居に直結しなくねってずっと思っててやっぱりなんか普段エンターテインメント性のあるアルバイト先でやってる子ってんか人間力も必然的に上がってきてるというか。 結局自分でスキルを磨いた後にアルバイトでもそのスキルは活かせるから、うん、それで結局連動して総合的に自分のその価値が上がってるみたいな <laughs> <ー>人はよく見ますよそうですね、うん、私も大阪にいる時東京に出てこなければ、うん、次の年のアルバイトはあの某テーマパークのおお、うん、<laughs> あれ応募しようかと思ってましたおおそうなんだ、はい、へえテーマパークの店員 あのレジとかいろいろあったんですけど、キャストの方があるんですよね。あの乗り物とかの。ああ、ああ、ああ、大阪の。大阪のね。あれ、あれ、よやっていらっしゃる関西の衝撃場の役者さんは多かったですね。そうだよね。うん、あれはだから、お芝居とね。お芝居だからね。本当。まさに。面白い方と面白くない方がすごい。当たり外れがすごいですけど。確かに、確かに。うん、そう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 、ああいうのもとてもいいと思いますけどね。 そっかそっかじゃあまあそんなんでとにかく柳さんはこれからもまだまだ学ばなきゃいけないことがいっぱいあるっつうことでまだ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 ペイペイですので全力でねなり直してはい大阪に帰ってなりが帰ってこないようにもうちょっと大阪帰んなうがいいねこれねとりあえず次は夏ぐらいまでは帰らないはずなので夏はだからリミット半年しかかるんではい じゃあこれあの聞いてるリスナーさんにね、はい、なんかちょっと一言柳さん挨拶してもらえると<あ>、一言、はい、ですか、はい、一言はいお願いします。はいえっ、ー、と本日はありがとうございました柳恵と申します。<laughs> まああのー、何でしょう結構緊張しいでな、ね、話していただいたら話せるんですけども一人で喋るってなると <laughs> 結構笑いが出てしまうんですがまあ今後いろいろな作品をはいあの声文で 発表できていけたらなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。すごい方です。はい、あの喋ってる時何回かなまってたけど、はい、また声ボンデとか言ってた、はいはい。すいません。<laughs> 初めて聞いたけど声ボンデってなんかフランスのお菓子みたいじゃん。もうしたらいいです。いやいやもうねとにかくお願いしますよ。綺麗、はい、な声してるんですから。すいませんはい。ということでヤライケイさんありがとうございました。ありがとうございました。はい